と。あ、だから酢醤油、酢醤油どうする？うん、醤油とからし、お酢ちょっと入れる。お酢いる？うん、自分で入れやな。あれ、おしゃべった。ゆーちゃん、辛やった。え、うん、今日のイカポカちょっと辛めです。辛いけど美味しいわ。なんか熱くな。トマトがな、赤がなかったな。酒がな、パパ昨日ご飯食べたから。うん、一度やってみてね。大使やから、うん、今すんない。カメラ見るやん、すぐ。モテモテです。みんなでもこれ狙ってる。野菜チップス。ちーちゃん来て、これ来て、ほらほら来て来て来て、映って映って。見てください。じゃじゃーん、焼肉丼と目玉焼きです。これ入れます。じゃーん、赤から鍋食べます。今日はニンニクたっぷり。これ誰のコップ？私のリクエストです。赤から鍋。ちーちゃんのお友達プードルにも。ちーちゃん可愛いじゃん、評判になった。洋食屋さんに来ました。私が小さい頃から好きな洋食の赤ちゃんってところです。幸せ洋食の赤ちゃん。ご飯、ご飯多い。どーん、スペシャル幸せと。ゆるかった。フルーツ玉ねぎとかあったのに。パパ、うん、嬉しい。美味しい。ありがとうございます。うん。何食べた？トマトオニオン。うんうん。美味しい。ちょうだい。手作り？手作りね。全部。すごいね。ちょっと年寄りはまた美味しい。うん。コロッケ、エビ、うん、ホイップクリーム、うわうわうわ、ほんとや。アイスが買った翌日と火曜日は、うん、サービスやって。関西ならではな。うん、おいしい。お腹空いてたらよくおいしい。ごちそうさまでした。完食、ごちそうさまでした。
します。ポテトから。うん、一人ふ味や。なんか期間限定らしい。このサラダ好きやな、キャロットなんじゃ。うん、美味しいですか。うん、お米切り食べたくなる。うん、で、このネックレス意外と逆目してる。欲しいのね。いい感じ。おしゃれさんがつけるやつみたいな。何しよる私。ドライブ。ドライブ、ドライブ。自分の車欲しい。でも免許ってやっぱ取りたいよね。取りに行かん一緒に。取りに行きましょうマジで。免許。自分で運転したいですよね。うん。古川さん合格してたし。古川さんちょっと やばくないですか。なあ。結構通ってたな。うちもその二の前になるかもしれんけど。多分。でもあんなの勉強っていうか記憶ですもんね。そうやな。暗記すればいい。でも取ったら。ドライブ Vlog とか撮れますもん。うん、行きたい、アウトレット。でも都内に住んでるからっていう理由で、うん、撮らなかったですけど、26独身男性免許なしでちょっとやべえなって思う。うん、思うけど、ちょっと男性には持っててほしいかな、付き合う人には。まあそりゃそうですよ、ね。うん、みなみさん結構デートとかドライブ系好き。うん、好きじゃないですか。好き好き、車好き。多分乗ってる時間が好きなだけだと思う。ボーっとできるから運転な、してる人からしたら気すごい張るよ。張るって言うもんな、うんうん、事故したらあかんし。そうですよ、すぐ切れさせるから南さんは。